はいどうも、バチオです、えー。今日はですね、えー、昨日の動画で、えーえー、親はね、あの子供のことを優先してあげてほしいなっていう動画を上げたんですけど、えー、そんな中でね、えー、昨日の昼頃なんですけど、えー、愛知県名古屋市中区新栄でですね、 あのー、双子の男2歳の双子の男の子が、えー、窓から身を乗り出してそこから転落して死亡っていうね7階だったかな9階建ての建物の7階から落ちて死亡という、えー、とっても痛ましい事件がありました、えー両,親ね、両親も、あのー、在宅中にその。 身を乗り出して転落ということで、非常になんか痛ましい事件だと思います。あのー、ね、この中区新栄なんですけど、えー、僕の <laughs> 働いてる職場から1キロ離れてないぐらいのところで、なんならおそらく、えー、僕はそこの事故現場の、えー、マンション知ってるなぐらいの。 位置ですあの場所的に、ね、まあ正確な位置は分かんないですけどまあ当然のように普段通る場所の近辺にあるんですね。なんならその新栄会えー、今日も通りました車で新栄の交差点のところ、えー、っていうぐらいね、えー、普段通るところなんですね。えー、まあ 新会にはね、あのー、風俗店がある風俗街があったりとか、まあいろいろあったりもするんですけど、僕のイメージはなんかそれだったりとかね、あのー、するんですけど、まあマンションもいっぱい建ってますね。あのー、まあ栄えがね、あの名古屋では栄えてるんで、あの新境っていうのもなんか栄えてそうなイメージですけど、そこ、そこまでではないですね。そんなめちゃめちゃ、 繁華街っていうわけではないですけど、あの、ちょっと国道41号から東側だし、えっ、ー、と、国道19号の一番最後の根元みたいなところだったりもするんでね。という、まあ、名古屋でも、まあ、東側の真ん中ら辺みたいな、なんか、大体そんなぐらいのイメージの場所なんですけどね。 えー、僕の職場からは非常に、えー、近いところです、えー。今回の件に関してはね、ちょっと親が悪いとは言い難い、正直ね。あのー、何やってんだよって俺も最初は思ったんだけど、両親いたって、子供がどういう動きするか、みんなはみんな想像できないんだよね。あのー、 正直、僕もね、高いとこ登るの大好きだったし、まあ、僕ね、あの団地育ちなんで、あの団地によくあるあの駐輪場とか、あと木とかにはね、すごい登ってたんですよ。で、あの普通の人が行っちゃいけないようなとこも登ってたし、で、まあ、僕の弟もそうですよ。 あのー、で僕の近所の子なんかね、あのー、ベランダでそのカーテンにぶら下がって、で要するにその手すりより外にカーテンを出してでそ、そのカーテンにぶら下がってたところで、そのカーテンがねちぎれて、下に落ちて、で頭打ってあの入院するっていう、僕の同級生ですよ。 で頭打ってんだけど、まあ、命には別状なかったんだけど、で、その後、まあ、ね、あの、年間ほとんど学校に来ないみたいな感じになって、それが小児の頃だったんですけど、で、ずっと学校来てな、まあ、来てたり来てなかったりで、どっちかっていうと来てない方が多いみたいな感じで、でも、中学校になってね、あの、同じ水泳部で一緒になって、まあ、もともと、あの、 家は隣の棟だったんで、あの団地のね。あので、その事故があった時もあも2年生で同じクラスだったんで、あのまあ、仲は悪くなかったんですよ。ただ、付き合いはおあの隣の塔だけど通学班が違ったりして、あんまりなかったはなかったんですけど、でも同じクラス、おんちゃ同じ部活になってね、3年間一緒に頑張って。 でその別にそんなめちゃめちゃ親しいわけじゃないんだけどあの彼は僕のことをねあのちゃんと認識してくれていたというか意識してくれていたんですね。で最後にあの卒業式終わって帰ってくるときに、ね、あの家にか帰るときに、まあ、友達と別れてその、まあ、近所の子だし一緒に喋って帰ったんですよね。 まあこれから、ね、女違う別の学校に行くし寂しくなるねみたいな話をしてた時にもともと俺は学校には来れ,れてなかったしあの行きたかったけど行けないみたいな感じだったしだけどそのお前がいるからそのパチオのおかげであの部活すごい楽しかったからそれであの頑張って3年間。 学校来れたみたみいなだからありがとうみたいなことをね言われたことがあって僕,僕の人生の中でこれめちゃめちゃ嬉しかったことトップ3の一つぐらいの、えー、あれなんですけどあのー、いやまあそれは別の話としてねあの子供は本当に高いところによじ登るうーんこればっかりはねほん と止めよようがないよねだから僕のね、その友人もそうだし、僕もそうだし、まあ、今回亡くなった子もそうね、ねその、自分の体ぐらいの手すり、ね、外が見えるで、たまたまよじ登るなんかものがね、だってそうじゃないですか、あの、ソファーとかでもよじ登りますよ、ベッドとかでもよじ登って降りて、よじ登って降りてって無駄にやりますよ、子供って。 それをね、親が止められたかっていや、ねそりゃ、格子みたいなね窓が、窓に格子みたいなやつがついてたら、そりゃ、いかなかったかもしれないけど、その格子をよじ登ることもさらにあるかもしれないからね、僕、これはね、もう本当に仕方ないなと思ってて、いや、その、双子の、双子の兄弟を、 いっぺんに失う両親のショックたるやっていうのをね、まず僕は思ってしまうと、もうこれはね、どうしようもねえなっていう、もうほんと、避難もしたくないし、ちょっとね、その、両親のことを思うと、なんとも言えない気分になるっすね。で、かといってさ、その、 窓開かないようにしたりとかさそういうわけにもいかないじゃんね普通に生活していく上でなんかその、ね、高いところだから窓開きませんみたいなそらホテルとかのさ窓ってあんまりその開きすぎないようにできてるじゃないあれ自殺防止だっていう話がねもともとあるぐらいで あ,のあんまり開きすぎるとね、そういうとこからねあの、身乗り出して落ちたりとか飛び降りたりする人間がいるからっていうのは、もともとあったとは思うんですけど、あの普通の家でね、普通のマンションでそういうことはしてほしくないし、ね僕的にはちょっと今回はもう本当に痛ましい事故だよな、事件じゃない、事故だなと思ってます。 もまあそれはさ親がノイローゼになってね二人とも放り投げたりっていう可能性もなくはないよなくはないけどいやそんなんじゃねえだろさすがにっていうねあのー、いや何の根拠もないけど何の根拠もないけどさそのだってね状況的にねその 両親両方いてやることじゃないじゃん。そういうのって。そういうのってやっぱさ、片方がその育児放棄みたいなものをしてて、で、一人で煮詰まっちゃってなるもんじゃん。で、家族仲良く4人さ、一緒にいる中でそういうことはやっぱしないと思うし。ってなるとな本当んいや、本当に僕、子供好きなんで、その子供の事故だけはね、あの、こういうのは起こしてほしくないんだけど、 もう不可抗力の事件とかあるんですよねだって歩いてる子供は急に道路飛び出すかもしれないじゃんいやそんなんさ止めようがないんだよねだからその子供のことはちゃんと見てほしいねあのー、赤ちゃんとかだったら動けないかもしれないけどさあのー、しっかり見てやってほしいのよねあのー いや仕事してるんだ。ね、仕事してる人とかさ、家事をしてる人とか仕方ないよ。で仕方ないんだけどさあの、そうでもなかったらさ、あの例えば携帯で YouTube 見てたりとかさあの、Twitter やってたりとかさ、あのーまあ、パソコンでねゲームやってたりとか、いろいろあるじゃない。そういう風だったら子供見てほしいよね。あのー、まあ、特にね、まあ、今日なんか、ね、あのー、なんか、 YouTube のコメント欄に何時間も貼り付いている人がいるなんていう話をね、あの、僕も Twitter で目にしたんで、うわ、嘘だろ、マジかよって。あれ、子供生まれたばっかじゃなかったっけな、みたいなことを考えたんだけど、まあ、それは事実かどうかは知らないから、わかんねえけど、できればね、その子供のことをちゃんと見てやってほしいなって、思いますけどね。はい、終わりにしたいと思います。 はい、パチオでした。バイバイ。